お先に失礼します。すいません、遅くなりました。行きましょうか。会社こっちっすよね。お姉さんいつもこっちから来るじゃないですか。だから会社こっちにあるのかなって。歩いて店までどれくらいかかるんですか？へえ、それだとちょっとした気分転換にはちょうどいいっすね。一つ気になってたことを聞いてもいいっすか？いつも同じの注文するじゃないですか。飽きたりしないんですか？たまには違うの飲んでみたいなとかは思わないんですか？新作が発売された時とか。へえ、浮気しないタイプなんだ。いや、つまんないなんて全然思ってないっすよ。一途に一つのものを好きでいられるのっていいと思います。俺には無理なんで。新作とか新商品って言葉に弱くてついつい手出しちゃうんですよね。てかさっきから俺ばっかり質問しちゃってすいません。口下手なのにお姉さん相手だと喋りすぎちゃう。あ、お姉さんから俺に聞きたいことあったらどうぞ。 NG なしで何でも答えちゃいますよ。特にないとか寂しいこと言わないでくださいよ。頑張ってひねり出してください。本当になければありきたりなこととか定番なことでもいいんで、なんかないっすか？彼女いないっすよ。そこ驚くとこっすか？そんなに意外かな。じゃあもっと意外なこと言いますね。ここ数年彼女いないっすよ。お姉さんのリアクション素直すぎて面白い。いいじゃないっすか、恥ずかしがらなくても。お姉さんのそういうとこ可愛いと思いますよ。こんなこと誰にでも言ったりしないし、お姉さんのことからかってもないっす。さっきも言ったでしょ、口下手だって。本音っすよ。俺よりお姉さんはどうなんすか？彼氏さんいるんすか？いないんすか？気になる人とかは？そっか。俺っすか？俺は、いますよ。気になる人というよりは、好きな人かな。年上の人で、すごく頑張り屋さんっす。頑張りすぎるから、見てるこっちはハラハラしますけどね。倒れるくらいまで頑張ったりしないかなって。あとは、思ったことが顔に出やすいみたいで、表情がコロコロ変わっていくところがマジで可愛いっす。一生見てても飽きないくらいに。ここまで言ってもわかんないか。俺の好きな人はお姉さんっすよ。じゃなきゃ注文覚えたりしないし、不審者がいるからって会社まで送ったりしないっす。普通にめんどくさいし。何とも思ってない人相手だとめんどくさいだけで、好きな人相手なら話は別。好きな人の好きなものは覚えときたいし、少しでも長く一緒にいたいっすからね。
そうっすね。尽くすタイプかもしれないっす。お姉さん限定っすけど。近いのは仕方ないっす。離れてて、もしもの時お姉さんを守れなかったら嫌っすから。あれ？もしかして、俺のこと意識しちゃいました？耳まで真っ赤。すげえ可愛い。あ、でも、あんまり可愛い顔見せないでください。送り狼になりそう。なんてね、冗談っすよ。外では何もしません。あ、会社ここっすか？じゃあ、俺はここで。また明日のご来店、お待ちしております。残業頑張ってくださいね。